道の駅伊勢島は、三重県島市磯部町穴川にある国道167号の道の駅である。2006年より指定管理者制度を導入し、伊勢島物産館共同組合が指定管理者として運営していたが、島市議会は同組合による休憩スペースでの物販やトイレの衛生問題を理由に指定管理業務の延長を否決したため、2015年度は、 臨時職員を雇用して、島市の直接運営に切り替えた。磯部町50年の歩み調整施行50周年、記念誌、来月から1年間市が直営の方針道の駅、伊勢島朝日新聞2015年3月26日付長官、見栄万33ページ AB 安永洋介、観光農園有料化し、 海園島7種類の花中準備ろ中日新聞2016年4月5日付長官。伊勢島版14ページ AB。日本一早い芝桜。運営計画発表市民参加型施設に。中日新聞2009年7月19日付長官。伊勢島ゆりパーク後継者探し難航中部発。読売オンラインハット。島市観光振興計画。島市 2016年3月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2016年3月2日閲覧平成30年島市観光統計島市2016年3月2日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年10月28日閲覧ありがとうございます